己紹介します。トレンディエンジェルのたかしです。カトゥーン亀梨くんと同い年の22歳です。どうも稲垣五郎二です。よろしくお願いします。羞恥心羞恥心ハゲてない、ね、よろしくお願いします。聞いてたんだ。ちょっと秋葉原の方にもう行っていいかな。いやなんでだよお前、ダメだよ。せっかく漫才やるんだからこれから。いやでもさ、さっきさ、メイドカフェの常連の友達のイヌーピーさんから電話があって、今日はちみつちゃんがお給仕してる。お前何語喋ってんだよ、もうダメだよお前。せっかく漫才俺のボケに突っ込んでから行けよ、そんなこと言うなら。ちゃんとボケてるよ。ボケてるよお前。いいか、俺さ、ちょっとそんなことよりバンドやりたいなと思ってさ。バンド、そうそうそう。バンドっても最初の中でいいよ。いやできるよ、俺できるよ。ギターは？あ、ギターはできないし。あ、じゃあベース？ベースもちょっとできない。あ、じゃあドラムって。ドラムもちょっとできない。いや何ができんだよ。遅刻しない。当たり前だよそれ。当たり前だろ、あそこちゃんだろこれ。やっぱ、ね、歌得意だから。やっぱ歌聴いてよ俺。やっぱりね、そうだよね。あーうまい。他に北の酒場通りにはおらこんな村嫌だ。いや全部演歌じゃねえかよ。なんだよ全部演歌ってさ、中澤優子じゃないんだからさ。ボケが荒れてるよ。荒れてるからさ、頭だけにしてくれよ。いやそうだからね、だからね、俺はちょっとね、メンバー紹介をね、ちょっとやっていきたいなと思うよね。そうそう。ありがとう。メンバー紹介します。ギター、アラハバード。あ、ガキがいる。ベース、アンドラ・プラテッシュ。ドラムス、マハラジャ・インドさん。いや、全員インド人じゃねえかよ、なんだよ。キーボード、ベジタリアン。ベジタリアンってどっちだよ。なんだよ、全員外国人ってさ、ココナッツ娘じゃないんだからさ。そしてボーカル、斉藤ガンジつかさ。ダメだって斉藤さん、完全に醤油が生まれカタカナ使っちゃう。アトムファミドンキ店のメイドのさ、アプリコットちゃんじゃないんだからさ。やっぱ俺ね、MC トークでお客さん盛り上げたいなと思ってね。MC トーク、そうそう。今日はね、ほんとこんな5万人も来てくれてありがとう。こんな5万人も来てくれたら、地球が形がこうやってへこんじゃったよな。よし、行こうか。いや、全然面白くないってなんだよこれ。 AKB48 の高橋みなみの MC トーク級に面白くないよ。お前、高みなだろ。斉藤だ、斉藤つかさ、斉藤だ。だからね、俺はね、友達のね、曲を作ったとか、あれやりたいんだよね。曲紹介。そうそう、次の曲は、ケンちゃんのために作った曲です。ケンちゃんというのは、5年前に交通事故で、でも、1週間で退院できたんだけど、そしたら、飛行機事故に遭ってしまって、まあ、なんとか5日で退院できたんだけど、ガンだっていうことが発覚してしまって、まあ、3日で散らしたんだけど。いや、不死身だって、不死身だって。寝泊まりしてもさ、風一つ引かなかった。メイドの常連の友達のメイド伝じゃないんだからさ。なんだよメイド伝ってよ。メイド伝知らないの。知らないよ。メイドの武勇伝いいやつだよ。誰だよもう。メイド伝、メイド伝つってメイド伝、伝伝伝伝レッツゴー。今日の朝晩誰ですか。今日の朝晩ひとみちゃん。いやもうなんだよそれお前。出勤言ってるだけじゃねえかよ。武勇伝だ。出勤だろ。出勤することが伝説なのかよお前。いいよそんなの。教えたら連れてこいよ。無理だよ。なんでだよ。最近印刷会社に就職決まったって言ったんだから。なんだよ俺より上じゃねえかよ。そったらだよ斉藤さんは。俺なんでそんなこと言うんだよ。お前もう前みたいなやつでよ。秋葉でもさ、どこでもさ、